やあ、よく来たね。ゲームをするときは部屋を明るくしてなるべく画面から離れてみよう。ジョイコンはもう持ってるかな？持ち方はこうだよ。ストラップもちゃんとつけようね。物に当たると危ないから近くに何もないか見回してね。ナリキッズパーク。怪盗戦隊エルファンレンジャー VS 警察戦隊ポテレンジャー。よ、新しく仲間になるってのは君か？よろしくな、心強いよ。じゃあ早速始めよっか。何する？ここはお宝を回収していくうちに集まった情報が確認できるんだぜ。私の可愛い写真もあるんだって。新しい情報を手に入れたらここに来るといい。無視？ハロハロ、何か聞きたいことはあるかな？聞きたくなったらいつでも教えてやるからな。君ってゲームは好きなのかな？怪盗には遊び心も大切だからな。おすすめがあれば俺にも教えてくれ。君の実力見せてもらうぜ。ここは音楽に合わせて歌ったり踊ったり自由に楽しんじゃってよ。たまには息抜きもいいかもな。真面目か。私たちルパンレンジャーとパトレンジャーの皆さん、君はどっちが好きなの？いいか、覚悟しろよ。俺たちの良さを見せてやる。やだ、もうトーマ怖い。小暮さんの情報によると今日もどこかでギャングラーが暴れてるってさ。早く出かけてルパンコレクションを回収しよう。まずはこの俺、ルパンレッドやのカイリと一緒に行動してもらうぜ。どんな相手でもうちらと一緒ならヘッチャラだよ。よし、一緒にやろうぜ。怪盗らしく華麗なアクション決めようぜ。じゃあ始めよっか。サクッとルパンコレクション回収しに行きますか。俺、矢野海里とトーマ、ウミカの3人は大切な人を異世界犯罪者集団ギャングラーに奪われたんだ。俺たちの前に現れた謎の人物小暮さんの話では、ギャングラーによって盗まれたルパンコレクションを集めればどんな願いも叶うらしい。それで私たちは大切な人を取り戻すという願いを叶えるために怪盗戦隊ルパンレンジャーになってギャングラーからルパンコレクションを取り返すことにしたんだ。コレクションの力で街をぶっ壊してやるぜ。ルパンレッド、ルパンブルー、ルパンイエロー、怪盗戦隊ルパンレッド、逃がさねえってのは。始める前にちょっと動かし方の練習をしようか。左を振るとジャンプ系。 R ボタンで攻撃だ。 OK。 準備ができたらそろそろ始めよう。やってやれ。
光だな。ギャングラー見っけ。貴様ら、予告する、あんたのお宝いただくぜ。始める前にちょっと動かし方の練習をしようか。右を振ろう。オッケー。左を振ろう。オッケー。 R ボタンで攻撃だ。オッケー。準備ができたらそろそろ始めよう。スポーンボムの爆発は強力だぞ。それいけるぜ。負けられっか。いいぞ。なに、いいよ。なに、いけるぜ。負けられっか。やるね。なに、最高だね。なに、よし、よし、とどめといくか。やるな。最高だな。立派に俺たちの仲間として決まってたぜ。また一緒にやろうぜ。やっとこの俺、ルパンブルー宵町トーマと一緒に行動できるようだな。スマートかつ確実にルパンコレクションを回収しよう。町中の宝石を奪ってやるぜ。ルパンレッド、ルパンブルー、ルパンイエロー、改造戦隊ルパンレッド、逃がさねえってのは。こうなったら一気に蹴散らすぜ。さあ始めようか。さあ始めようか。さあ始めようか。どうだ。
めようか。さあ始めようか。どうだ。やっべ、お宝が逃げちまうぜ。よし行くぞ。オッケーオッケー。やるじゃん。最高だな。コレクション回収させてもらうぜ。お前らは予告する。あんたのお宝いただくぜ。貴様ら焼き尽くしてやる。くらえ。そこだね。何？あるじゃん。もっといけるぞ。勝つのは俺だ。最高だな。どうだ。何？どうだ。どうだ。やっはっはっは。貴様ら焼き尽くしてやる。やっはっはっは。ブルー。何？そこだ。開けないで。焼き尽くしてやる。やるだよ。何？もっといけるぞ。負けるわけにいかない。どうだ。何？やるじゃん。どうだ。何？よし。よし、とどめといくか。最高だな。俺たちとの息も合ってたな。また一緒にやろう。少しは怪盗に慣れてきたっぽいな。この調子でどんどん実力つけて、俺たちの仕事手伝ってくれよな。最初に会った時とは違うな。最初に会った時よりちょっとイケてるみたい。もうやっと私ルパンイエロー早見海香の出番待ってたよ。